日本政府は11日、尖閣諸島を購入し、国有化しました。これに対し、中国の北京、広東、山東、湖南、香港などで、再び反日デモが巻き起こりました。理性的なネットユーザーは、今回の反日活動にも、背後に当局の扇動、または容認があると見ています。11日午後、北京では、市民数十人が日本大使館の前で抗議。中国領土の侵略は許さない。日本の尖閣国有化に反対などの横断幕を掲げ、尖閣は中国のものだと叫んでいました。北京当局は、警察車両十数台、及び数十人の武装警官を出動。同日、山東省伊海市でも1000人規模の反日デモがありました。日本車が再び標的になり、日系のスーパーマーケットなどは安全のため臨時休業を取っていたようです。当時他们是从那个市政府那边游行，然后直接走到了驾驶课这边。据说就是可能驾驶课当时都停业了。昨天晚上我经过驾驶课的时候，确实他们也已经是关门停业了。政府系メディアも連日文書を発表し、日本政府に火遊びしないよう警告を発しています。一方、共産党当局は、尖閣諸島を本当に気にかけているわけではなく、ただ、国内問題から民衆の視線をそらしたいだけだと見ているネットユーザーもいます。对于江泰来讲、他希望延后这个十八大的召开。那么如果挑起钓鱼岛事端的话、再加上是民族主义还有爱国主义，那势必这个十八大呢就有可能延期。这样的话呢，江派啊、毛派、左派这些呢，在京中这些势力就会对他们是有利的。山東省のネットユーザーは、当局に全てを奪われ、住むところもないのに、尖閣問題が庶民にとって意味があるのかと憤慨します。我们连家都没有了，没有家就没有国。一个国家保护不了他的民众的财产、家产，那么谈何去保卫这个国家？爱国情节谁都有，但是有家才能有国。また、強制土地収用、強制立ち退き、ひいては庶民からすべてを略奪する政府に対し、尖閣諸島の領有権のために政府を支持しないといけない理由がどこにあるのかと疑問を投げかけます。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政治的，政府以危险，相当大的加法。